パリ五輪柔道男子90キロ級、決勝、31日、シャンドマルスアリーナ。浦尾三四郎、ジェスグループ、は、東京五輪金メダリストのラシャベカウリ、ジョージア、と対戦。合わせ技一本で破れ、銀メダルとなった。写真、不満言わず涙見せまいとカメラに背中三四郎の振る舞いに賞賛の嵐。ショックは隠せなかった。 試合後、テレビのインタビューに応じた村尾の目から涙が溢れる。カメラの前では涙を見せまいと背中を向けて目元を拭い、悔しいなという思いです。どんな状況になっても勝つ準備をしてきた。自信を持って戦ったが、なかなか本当に自分の目指していた金メダルが取れなくて、内容動向ううより負けはきついもので、悔しさが残ります。 と言葉を絞り出した。あと一歩だった。両者はザ・アリーを奪い合い、3分半で仕掛けた村尾の内股に、審判は反応せず。日本陣営は両手を広げてアピールし、場内は大ブーイングが起こった。その後、残り7秒でベカ売りが繰り出したコーチ狩りが映像で認められ、合わせ技1本負け。村尾は呆然となった。 試合直後、畳を降りた村尾は悔しさを押し殺し、海外の取材に応じ、インタビューアーとは握手を交わした。表彰式では五輪関係者から渡された携帯カメラを村尾が持ち、メダリスト4人で自撮り撮影。デカ売りにも声をかけられ、小さく頷いた。判定にも一切不満を言わない姿に、SNS は賞賛の嵐となった。 SNS では、誇り高く立派だった。カメラの前で涙を見せまいと後ろを向く姿に胸が熱くなった。士道精神を感じた。などの声で溢れた。